あ、コウ君おはよう。おはようございます。お久しぶり。久しぶりですね。久しぶりだね。なんかおのおの各自別々で撮りに行って忙しかったね。忙しかった。あら、今回も忙しいよ。これ見てこれ。わー、フィールドカルチャー。フィールドカルチャーから春服になります。やばいね。やばいですね。早速開けちゃっていいですか。あ、ちょっといいよ。いや、コウ君豪華に頼むよ。バーンバーン来たね。来ましたね。はい、 T シャツ。T シャツ。はい、はい、T シャツ。 T シャツいいっすね。いいっすね。いいっすね。白と黒。お、あ、パーカーだ。パーカーと XL グレイ。いいね。いいっすね。来ましたな。コウ君は完全に XL だもんな。そうっすね。それをちょっと着てみちゃう。着てみますか。じゃあもうてか春なんすよ、世の中は。やっぱ気温がもう春だよね。春春。桜も咲いてるし。桜も咲いてるし。コウ君すんげえ頭赤いね。桜色でしょ。コウ君も満開だねこれ。だいぶね。もうお満開ですよ。それね、ギリギリセーフなやつ。お満開。あ、ロンティーなんすね。あー、いいね。すげえ使いやすいじゃん。じゃあ、おい、お、いいね。大丈夫。やっぱコウ君 XL だね。180あるなしぐらいの人は XL。 さらにまだね、春はねちょっと肌寒いですからね。うん、いいじゃん。コウ君やっぱ似合うね。XL いいね。XL いいね。XL いいよ。後ろは？後ろどうなってる？後ろここロゴ入ってる。あ、ロゴだね。うん、対象14フィールドカルチャー。対象14。いや、かっこいいね。対象14ってのは対象14年ってこと？対象14年にブラックバスが。そういうことか。そういうことなんですね。あとね、清水さんもあるから。あ、本当だね。清水さんもお着替えタイムだね。ちょっと着替えてみようか。着替えてみよう。ほんとだ、かっこいい。ウサプラスデカデカと。デカデカとデカい系で、お、バッチリでございます。バッチリですね。あ、ぴったしですね。ぴったりだね。うん、170cm。 あ、ほんと。あ、そっか。うん、あ、じゃーん、かわいい。かわいい。どうすか。あ、ぴったし、全然いい。あ、いい。あ、かわいい。前回のフィールドカルチャーのニットの、ね、頭の、うん、この部分と、うん、同じカラーなんですよ。あ、いっぱい着よう。大会に出る人はこれが一番気になるでしょう。っていうか、俺も気になってます。よし、いや、もう豪快に頼むわ。うわ、なに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 、やばい。マジでやばい。やばみきた、これやばいの極み。やばみきた。やばい。マジで行くよ。うん、行くよ。いや、待って、怖いな。お願いします。じゃん。あ、違う、あ、違う、間違え、嘘嘘嘘。もったいぶるね。行くよ。はい、バーン。ちょっと鳥肌立つわ、これ。声が出なくなるぞ。 S が2枚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 。 M が2枚。 M が2枚。 M が2枚。 L が2枚。 L が2枚。 ってことは XL が2枚。でもこれだけでは終わらないと。え、嘘。なんとブラック。マジで。え、嘘でしょ。え、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 ブラック。もちろんってことはこれだけ用意していただいたと。やばってなわけで、炭酸ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これをじゃんけん大会で。そうですね、じゃんけん大会であげてしまう。あげてしまう。なので出ていただける方にチャンスがあるので、うん、しかも S しか着れない人だけのじゃんけん、うん、M しか着れない人のじゃんけん、じゃんけんっていうことは確率はめっちゃ高いよ。うん、なのでできる限り自分の欲しいサイズのみでじゃんけんに参加していただければと。そうだね、思います。これやべえな。やばすぎる。しかもデザインめっちゃかっこよくない？かっこいい。めっちゃかっこいいよね。白とか白めっちゃかっこいい。あ、俺白の方が好きだ。個人的に白の方が好き。個人的に白の方が好き。非売品ですからね。非売品です。メルカリには出さないようにお願いします。
楽天フリマアプリにも出さないでください。はい、どこのアプリにも出さないでください。ヤフオクは禁止だぞあとは魚釣るだけですよ。じゃあ魚釣り行こう。行こうか。行きましょう。行きましょう。オッケー。